ラザフォード・オールコック、サー・ラザフォード・オールコック、サー・ラザフォード・オールコック KCB、1809年5月から1897年11月2日は、イギリスの医師、外交官、新国駐在領事、初代中日総領事、同行使を務めた。日本語訳された著書に、開国語の幕末日本を紹介した、大きみの戸がある。1809年、 ロンドン成功のイーリングで、医師トーマス・オールコックの息子として生まれた。母親が早く亡くなったため、イングランド北部の親戚の家に預けられ、15歳の時に、父の元に戻り、医学の勉強を始めた。最初、ウェストミンスター病院と、ウェストミンスター眼科病院で1年間教育を受けた。あと、1828年までパリに留学し、解剖学、科学、自然史を収め、 また、フランス語だけでなく、イタリア語も身につけた。弁学の傍ら、彫刻家のアトリエに通い、彫刻の手ほどきを受けている。ロンドンに戻った後、上野に病院で研修医として2年間過ごし、1830年に、王立外科学校から外科の開業医としての免許を得た。1832年からの4年間は、イギリス軍の軍医として、戦乱のイベリア半島に赴任している。 ロンドンに戻った後、内務省解剖検査官などをしたが、外務省の要請により、イベリアでの外交問題処理のため、再び、スペイン、ポルトガルに赴任した。しかし、イベリアでの過労がたたって、リウマチに侵され、両手の親指が全く効かなくなった。このため、下界として、将来を断念した。その後、オールコックは、外務省に入り、外交官に転身した。 この頃イギリスは1840年からのアヘン戦争で清を破って解禁を解き南京条約により真の国王を開校させていたこの極東情勢に興味を持ったオールコックは1844年に復讐領事に任命されるとしばらくアモイで過ごした後条約校復讐での領事業務に携わった不平等条約で規定された疎開管理や 領事裁判権などの複雑な業務で成果を上げ、1846年に上海領事、1855年に公衆領事に転じ、15年の長きにわたって中国に在勤した。この間、復讐、上海における疎開の発展に尽力した。オールコックは、市場開拓のため、清との再戦論を唱え、上海領事だった頃には、首相パーマストン施策に、 清氏に、武力行使をする、よう進言する書簡を送り、アロー戦争、1856年を引き起こした。1858年、エルギン伯爵ジェームズ・ブルースが訪日して、日英修好通商条約が締結され、翌1859年7月1日、安政6年6月2日をもって、長崎、神奈川、函館の参考が開港することが約束された。 オールコックは極東在勤のベテランとしての手腕を買われ、1859年3月1日付で初代中日総領事に任命された。5月3日にこの命令を香港で受け取ると、5月16日には香港を立ち、上海経由で6月4日、5月3日に長崎に到着した。日英修好通商条約の批准書交換を7月1日、6月2日、 以前に行うように命令されていたため、長崎を6月20日、5月20日に出発し、6月26日、5月26日に品川沖に到着し、高輪の東禅寺に入った。オールコックは7月1日、6月2日に開港予定地である神奈川の視察に赴き、7月6日、6月7日、オールコックは東禅寺に 暫定のイギリス総領事館を開き、軍馬売却を幕府に要請するなどした。幕府側は、オールコックラの到着を事前に知らされていなかったが、交渉は順調に進み、7月11日、6月12日に、一行は、江戸城に途上、批准者の交換が行われた。なお、神奈川を視察した際に、対岸の横浜に居留地が立ち、そこが、 実際の開口地であることを知らされる。オールコックは、実利的な面からは、横浜が有利と認めながらも、条約遵守を要求し、結局領事館を神奈川の清田木寺に設置することで妥協した。1859年9月から10月にかけて、もう一つの開口地である函館へ旅行。12月23日、安政6年11月30日、特命全権公使に昇格。 彼は、日本の農村の様子について、こう書き残している。1860年9月11日、万、ま、円元年7月27日には、富士山村山口登山道を用いて、富士山への登山を行ったが、途中村山山坊の大賀が未亡に宿泊。この登頂は記録の残る中では、外国人として初めてのことであった。その記録熱海に旅行。この際、愛犬の飛び。 スコティッシュテゲアが、大湯間欠泉の熱湯を浴び熱傷で死んでしまった。この時の記念碑とトビーの墓が市内の湯急坂に、現存している。1861年1月14日、万円元年12月4日、米国中に遅行し、タウンゼントハリスの通訳を務めていた、ヘンリー・ヒュースケンが上位派に襲われ、翌日死去した。オールコックは、 外国人の安全を保障できない幕府への抗議として、外交団が横浜へ引き移ることを提案したが、ハリスはこれに反対した。結局、オールコックは、フランス公使、ギュスターブ・デュシェーヌ・ドベルクールと共に、横浜へ移った。江戸へ戻ったのは1ヶ月後であったが、この頃からハリスとの関係が悪化し始めた。1861年4月下旬から、 モース事件の後処理のため香港に滞在した。この間に、ロシア軍艦津島占領事件の報告を受け、英国東インド艦隊司令官、ジェームズ・ホープと協議し、軍艦2隻を津島に,津島に派遣して、偵察を行わせた。オールコックは5月後半に、長崎に到着、6月1日、4月23日に長崎を出発。 瀬戸内海及び陸路を通る三十四日の旅行をし、七月四日、文久元年五月二十七日に江戸に戻った。翌七月五日、五月二十八日、イギリス公使館を上位派、老子十四名が襲撃した。オールコックは無事であったが、一等初期官ローレンス・オリファントと長崎駐在領事、ジョージ・モリソンが負傷した、第一次、東全寺事件。 これを機に、イギリス水兵の公主艦中トンが認められ、イギリス艦隊の軍艦が横浜に常駐するようになった。8月13日、文久万年7月8日、艦隊を率いて、ホープが来日すると、翌8月14日、7月9日、オールコックは、ホープと共に、イギリス艦隊の圧力よる津島のロシア軍艦大挙を、幕府に提案し、幕府はこれを受け入れた。 9月19日、8月15日、ロシア軍艦は、津島から退去した。この8月14日、7月9日及び翌15日、7月10日に行われた海岸は、オールコック、ホープ、オリハント、第1次、東全ラ事件で負傷式国予定、老中、安藤信正、若年寄り、坂井忠島なじりに通訳を加えただけの秘密会談であった。 オールコックはここで、幕府権力の低下という実態を知った。1860年頃より、幕府は、新潟、兵庫及び江戸、大阪の開港会支援機を求めていたが、オールコックはこれを断固拒否していた。しかし、この会談の後、オールコックは、開港会支援機の必要性を理解し、幕府が派遣予定の県王施設を強力にサポートする。 オールコックは1862年5月1日から開催予定のロンドン万国博覧会に自らが収集した日本の文物出品のほか、この検王施設が招待客として参加できるよう手配していたが、それに加えて自身の休暇帰国を利用して直接英国政府に開港開始延期を訴えることとした。施設一行は1862年1月21日。 文久元年12月22日日本を経ったが、オールコックは同行せず、3月23日、文久2年2月23日に日本を離れ、後を追った。帰国直前の3月16.17日、2月16.17日の両日、オールコックは、老中取座、久世広金と秘密会談を持ち、安藤信政は、坂下門外の変で、 不詳より詳しく日本の情勢を理解した。5月30日に、ロンドンにつき、6月6日、5年間の開港開始延期を認めるロンドンをぼえがきが調印された。帰国中の6月19日、バス勲ン賞を授与され、サーの称号を得た。また、この休暇中、ラザフォードは辞書、大きみのとを出版する手配を終え、1863年にロンドンで出版した。 この著述で、日本が美しく国民の清潔で豊かな暮らしぶりを衝術する一方で、江戸市中での体験から、ペルシャ王、クセルクセスの軍隊のような大軍でも、編成しない限り、将軍の居城のある町の中心部を例え、占領できたとしても、広大すぎるし、敵対心を持った住人の下では安全に確保し、持ちこたえられる、ヨーロッパの軍人はいないだろうと書いた上で、 日本人について、以下のように綴っている。約2年の休暇の後、1864年、源氏元年春に、日本に起任したが、日本の様相は一変していた。帰国中に、生麦事件とそれに対する報復としての、撮影戦争が発生。長州藩による外国戦砲撃のため、関門海峡は、航行不能となるなど、日本国内の上位的傾向が強くなっていた。 幕府も上位破壊獣のためにヨーロッパに横浜サコ団パン主切団を派遣していた。オールコックはこれを打破しようとして四国艦隊下関砲撃事件では主導的役割を果たすがこれを認めなかった外相ジョン・ラッセルにより帰国が命じられた。中日公使はかつて死んで彼の部下だったハリー・パークス在任。 1865から1883年に引き継いだ。後にオールコックの外交政策が死闘であったことが認められたため、日本への帰任を要請するが拒否された。しかし、1865年には、当時のアジア駐在外交官の中では最も地位が高いとされた、新国中公使に任じられ、1869年まで北京に在任している。同年に、 外交官を引退し、その後は王立地理学会や政府委員会委員などを歴任。1897年にロンドンで死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。